ります。壮観でありますよ。見てください、こっちにあるのが兵員輸送艦で、あっちのは駆逐艦でありますよ。すごく楽しそうだね、ニューツ。もちろんであります。スペルビアの最新戦闘艦が目の前にあるのですから、感動しないわけがありません。あー、見てください、あそこで整備中なのは最新鋭の強襲揚陸艦でありますよ。あれは第二親衛隊第一軍所属の艦艇でありますね。ニューツは本当に戦艦が好きなんだな。それは違うであります。え、違う？この知識があれば我々はあと100年は戦えますよ。皆さんよく勘違いされるのでありますが、戦艦とは数ある戦闘艦の中のカテゴリーの一つであり、戦闘艦や軍艦と称するのが適切なのであります。戦闘艦のカテゴリーは大雑把に駆逐艦、護衛艦、巡洋艦、戦艦、またそれとは別に輸送艦や特殊任務のための特務艦などがあり、さらにそれぞれの任務に合わせベースとするアルスの大きさや性能や兵装の違いなので。分かったよ、そんなにいっぺんに言われても理解できないよ。そうでありますか。ここからが盛り上がるのでありますが、ではこの続きは今度ゆっくりお話しいたしましょう。おお、あれは親衛隊の特殊工作艦、こんなところで出会えるとは。さあドライバー殿、駆け足でありますよ。ニューツは本当にスペルビア軍が好きなんだな。この知識があれば我々はあと100年は戦えますよ。当然であります、スペルビア軍は世界最高の軍隊でありますからな。他の国と違い、スペルビアは軍の機能をそのまま国家制度としており、過去の技術の研究解明にも力を注ぎ、それらの技術をさらに独自に改良し、最新の軍事技術へ利用しているのでありますよ。ちなみにインビディアの軍隊はその戦力を傭兵たちに頼っているため、兵士の修練や武器の種類などもまちまちで、バランスのいい軍隊とは言い難いのであります。またスペルビアにはメレフ殿を筆頭とし、有能な将軍や指揮官が数多くおりますので。なあ、わかった、もういいよ、いくらなんでもそんなに覚えきれないよ。いやいや、そうおっしゃらず、まだまだこれからでありますよ。ここからは各指揮官の武勇伝を披露させていただきます。さあ朝までじっくりと聞いてもらうでありますよ。